今回の作戦を改めて確認しておく。幸福勧告を飲むと返答したのは、敵将ゼーバティアンをおびき出し暗殺するためだ。調印の儀は明日オルティナ王城にて行われる。出迎えはフレだ。お前自らがやる必要がある。任せておけ。どこまでおびき寄せればいいんだ？できるだけ王城の奥に。だが気がつかれそうになったら躊躇なく合図を送れ。その合図で城門を破壊し、城外にいる皇軍とゼーバティアンを分断させる。ゼーバティアンを倒すことができれば帝国軍といえど混乱するはずだ。その隙に乗じて周辺に潜伏させている別動隊で帝国軍を奇襲。今度こそ奴らの侵略を終わらせるんだ。罠というわけですね。確かに敵将は倒せるかもしれませんが、それだけでこの兵力差を埋められるとは思えません。それに町を戦場にするということは、それだけ一般市民の被害が大きくなるということ。今は何よりも奴を倒すことが先決だ。ここまで来ているんだ。犠牲が出るのは仕方ない。ですが。もういい、ロレイン、議論をするつもりはない。席を外せ。はい。俺は準備を始める。待て、リアズ。この前久しぶりに戻ったレスター寮、懐かしかったな。そうだな。今の俺はどう見える？特に変わらないさ。フレドレッド・レスターのままだ。レヴァンティア・シンファンか。そうだ。降伏するのは嘘だな。すぐに爆破しろ。ブルーフォックス、もう出てこい。なるほどな。だがこの程度はサジだ。飛空艇を回せ。予定通り皆殺しだ。移動しましょう。移動を開始します。移動しましょう。行きます。皆さん、行きますよ。帝国万歳。大将撃。帝国万歳。
すぎだ。対象撃破。次だ。移動を開始します。敵部隊を撃破します。万歳。花から生かすつもりはないか。やはり盗賊上がりの男が起こした国など獣と同じだ。オルティナの領土を明け渡すわけにはいかん。全軍、命に代えても敵将を討ち取れ。見事な激励だ。貴様の名は歴史に刻まれるだ。グオーレヴァンティアとしてな。移動しますね。衝撃。対象撃破。部下には恵まれたようだな。本体投入に値する相手だと認めてやろう。せいぜいあがくことだ。飛空艇のギガツ隊を下ろせ。移動しましょう。対象撃破。どうやら部下には恵まれなかったようだな。狐風情が図に乗るな。クソ、後悔するがいい。私に歯向かったことを。傷を癒します。移動しますね。
了解。皆さん協力しましょう。評価も重要だよな。対象撃破。次だ。行くぞ。構えろ。あそこに行けばいいのですね。移動します。やってやる。仕掛ける。速やかに向かう。移動を開始します。対象撃破。逃がすな。その瞬間、さまざまな記憶と思いが浮かび上がった。アンドリアズ・ロンダーソンになる前、そして全ての始まり。小さく怯える自分と、何のためらいもなく踏みにじられる両親。返り血を浴びて、それを拭うこともしないその男は、自分へと視線を向けた。
ゼーバティアン・シュガル、この男を取るに足らない存在にする、それが人生で最初の目的になった。そしてアンドリアス・ロンダーソンとして最初の記憶は、帝国へ渡ってからの厳しい訓練と座学の日々。そんなある日、荘厳であるが人の雰囲気をもたぬ人物に呼び出された。その人物は自分に手のひらを向けてこう言った。その刹那、意識を横切ったのはあの時のゼーバティアンの視線。自分のやり方で目的を遂げると誓った瞬間だった。そこから間もなく、オルティナ王国第四王子レヴァンティア・シェーファムの侍従となる任務が与えられた。レヴァンティアに出会って、目的は二つになっていた。正しいものに力を持たせることだが、やはり守れなかった。だからここまで来た。どんなことをしようと、何を犠牲にしようと、第一の目的を達成することに決めたからだ。そしてもう一つの目的は次の行動で叶う。やったな、リアズ。どうした？終わったんだぞ。ああ、これで終わりだ。触れた。